威嚇,威嚇は、実際の攻撃ではなく、それに似た姿や様子を見せることで対象を脅かす、ことである。往々にして、自らの身を守るために、自らの力を固持する行為である。しかし、攻撃の糸口として威嚇が使われる場合もある。カタツムリやカメに見られるような選手防衛とは違い、攻撃的な防衛手段として知られる。 個人対個人の交渉の場において、威嚇は様々な場合に見られ、その表現は多様である。直接に暴力を想起させるものとしては、怒鳴る、怒りを表情に表す、上から睨みつける、体の一部を掴む、殴るなどの攻撃の予備動作をする、静かな声で脅す、などがある。しかし、より表現としては穏便な形をとり、見かけでは威嚇と取れない例も少なくない。 字には、笑顔や笑いでさえ威嚇に使われる。武器を持つ場合、これを誇示し、あるいは使って見せることで威嚇とする例がある。例えば銃を示し、それで相手を狙わずに発射する。これを、威嚇射撃という。具体的には、相手の近くや足元を撃つ、周囲の目につくものを撃つ、あるいは上に向けて発射するなどがある。ただし、上に向けて発射するのは、 敵に弾を当てないこと、および銃弾を空にすることを示す有効の表現と、する場合がある。大砲の空打ちや、霊砲もこれに近い例であるが、いずれもそれを知らない場合、威嚇とみなされる危険がある。軍事においても、威嚇射撃など、必ずしも相手を殺傷しない、砲撃、爆撃によって、相手の攻撃行動を控えさせる目的で行われる、ことがある。しかし、 対個人であれば、とにかく国家間においては、このような行為に対して手を緩めると侮られるとの考えから、より関係が険悪になり、本格的な攻防に進んでしまう例も少なくない。冷戦時代の軍拡競争や、中国と台湾間、南北朝鮮の軍事演習などはその典型である。日本国憲法第9条では、武力による威嚇は、 国際紛争を解決する手段としては放棄されている。動物の場合、威嚇は動物行動学の領文である。威嚇は種内で行われる場合と種間で行われる場合があり、それぞれに異なった様相を持つ。種内の場合、攻撃力の強い種では命に関わる攻撃のやり取りは避ける傾向がある。そのようなことが必要になる場合というものは配偶行動や 縄張り争いなど、その種の生活史に深く関わる場合が多く、毎度命のやりとりになるようでは、命がいくつあっても足りない。種の生存においても、このようなことが何度も続くのは不利である。いくら強い個体であっても、命がけの戦いで、無傷、とはいかないので、攻撃し合ったものはどちらも生存上の不利を被る。そのようなことが避けられるように進化が進むのは、あり得ることである。 多くの場合、威嚇は決まりきった形式的やり取りで行われる。多くの場合、対決に先立って、互いに接触せずに睨み合い、決まった形の固辞行動が行われる。この時に武器になる部分を誇示するのもよく見られる行動である。このような儀礼的なやり取りだけで、片方が引くことで、戦いが終了する場合もある。主観の場合、捕食・非食関係など、 互いの力関係は、初めから決まっていることが多い。強い方が威嚇をする必要はなく、弱い方は、逃げるか、命がけの反撃に出ることになるが、逃げる前に逃げ出すための威嚇を行う、というのがよくある形である。例えば、カマキリが昆虫を捕まえる場合、そっと忍び寄って、素早くカマで獲物を捕まえるだけである。しかし、哺乳類がカマキリに手を出せば、 カマキリは体を起こし、カマを引きつけながら左右に広げ、羽を立てて威嚇をする。さらに近づけば、カマで挟んで痛みを与える。このように、ある程度の武器を持つ者は、その武器を晒し、大きく見せる行動をとる者が多い。哺乳類では、その際に、後ろ足で立ち上がる者があるが、これは、目の高さを持って、相手の大きさを判断する者が多いからだとも、言われている。 つまり、頭の位置が高い方が大きく見える、というわけである。同時に、牙や爪を見せるのもよくあることである。また、大きな声を上げて、吠えたりうなったりするのも、威嚇の行動によく見られる。有毒な動物が派手な色や模様を持つ場合、これを警告色、一般には警戒色を使う例が多いというが、威嚇のために、これを強調する行動を取る場合もある。例として表紋な子が、 普段は、高褐色一式の皮膚をしているが、危機が迫ると紫と白のし模様になる。また、これに擬態する無毒種も、同様の行動を取る場合がある。昆虫の場合も、足を踏ん張り、羽を広げるといった、よく似た行動が見られるものがある。また、唐突に音を立てるものもある。そのような音は、警戒音と言われる。いくつかの昆虫に共通に見られるパターンとして、 目玉模様、目上紋がある。蝶やが、あるいは芋虫などに見られるもので、黄色と黒の同心円模様である。これらの昆虫は、攻撃を受けた際に、これを強調する行動を取る例が多い。一説によると、この模様は小鳥にとって、猛禽を想像させるため、警戒色として作用するというが、その効果については、諸説あって明確ではない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。